フィーロったら結局ずっと直文様と。ラフタリアは髪が短かったからな。私もやってもらってたのに。あと羽の繕いも。羽は自分でやれ。この状況を一発でひっくり返すためにはお母さんもお父さんにプレゼントをもらってこいに。ああ、この辺りで取れる珍しい鉱石でしょ。恋愛成就のおまじないグッズとしてかなり効くらしいよ。いけません、直文様。だからキスをしたら。ご主人様がどうしたの？お姉ちゃんも卵が目当てなんでしょう。は？美味しくて珍しい食べ物をご主人様に持っていけばきっとなでなでしてフィーロとつがいになってくれると思うの。ちょっと！才能はある、間違いなくある。はい、どちらさんですか？私。どうしたんですか、姉弟子？何のご用で？今、女の声がしなかった？してませんよ、そんな。いませんから、誰もいませんから。ドア開けなさい。ゼルダ、ゼルダの女がそこにいるの？これは罪です。だからさっきから言ってるじゃないですか、これは不幸な事故だって。ヤイチ、そこの七寸板をここに持ってきてひっくり返しなさい。え？だから安心して斬首されなさい。冗談ですよね。何このアリクイみたいな生き物。誰がアリクイですか？年は俺より下の14だけど、入門したのはこちらが先だから姉弟子。しかも。わかりました、あなた SM の人ですね。間違うとるわボケ。とにかく師匠を叩くのをやめてください。え、行くわよ。いずこへ？レムン遅いね。ああ、それにしてもディアブロの魔術すごかったね。あんなの見たことなかったよ。ゲームのように救済措置やリセットがない。死んだら終わりだ。ディアブロは命が大切じゃないの？ディアブロはレムを選ぶの？ん？やっぱりレムを選ぶの。おい、私にもディアブロが必要だよ。でもディアブロがレムを選んじゃったら私は。待て。ごめん、痛かったか？婚約って、僕たちは。そら、ご迷惑をおかけした以上全力でお二人の支援をさせてください。ルクス君も座ったら？他の人の迷惑だわ。僕はあなたの恋人ですって。あんなにもはっきりと。そうね、残念だけど私は優柔不断な男の人は好みではないわね。とても好きよ。え？何をやってるんだお前たちは！どうかあのバカがちょっとでも気づいてくれますように。私はちょっと近くに来たから寄ってみただけなんだけどね。みんな、うん、よ、イシカ。せっかく旅行来たんだし楽しもうぜ。お、なんとか振り切れたか。わーい、オリブーだー。これはね、みんなに勧められてレンタルした衣装で。ああ、ターゲット確認。逃げぞカトシ。綺麗だね。絶景ですわ。いちか。おお、どうした？今日撮った写真見てみたいな。いいぞ。これこれ、これなんかとっても素敵ですわ。僕まだ見てる途中だよ。だからさ、いっぺんには無理だって。じゃあ何見ようか。
せっかくだから原作信者アビ教官の残念な実写化映画がいいわね。なんであの二人が一緒にいるって分かったの？どうしてその現場に居合わせたの？それは誰が何と言おうと偶然だろ、偶然なの。ねえ、あそこにいるのアキ君と霞ヶ丘先輩じゃないと。私今すぐ帰っていいかな？キャラや演出が良かったって素直に称賛した方がファンとして幸せだと思うけどな。いい、リンリ君、あなたもいいものはいい、悪いものは悪いと言える目と勇気をちゃんと持つようにしなさい。そんなことして怒らない。怒らないに決まってるじゃないの。本気で。そろそろ落ち着いた？それじゃ、今日は一日お疲れ様。予想以上に時間がかかってしまってごめんなさいね。いいよ。まあそっちは推薦が取れそうだからそんなに大変でもないけど、リンリ君はどっちがいいと思う？俺？いいか。どうしてそんなに慌ててるわけ？まさか昨日の夜から帰ってないとか、今頃ホテルの部屋で夜明けのコーヒー飲んでたりとか。とにかく一度トモヤの部屋に行ってみるわよ。そっか、ね、それもそうだね。もう、まさか変身できる魔法があるなんて。でもリリはそれでいいの？はい、ベル様がリリのことをご存知ならリリはそれだけで満足です。ベル様の好意につけ込んで裏切ったんですよ。リリルカ・アーデです、はじめまして。あ、でもコップが2つしかないです。なーに、気にすることはないさ。まずは君の覚悟を聞こうじゃないか。リリはベル様に救われました。もう決して裏切りません、裏切りたくありません。散々ベル君を騙しておいて今度は取り入ろうとして。本当に嫌なやつだ君は。僕から言わせればそれはただの甘えだね。ベル君の面倒を見てやってくれ。それに罪悪感なんて結局自分が自分を許せるか許せないかでしかないんだ。くれぐれも出過ぎた真似だけはしないように。は？僕のベル君が世話になったね。後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。神様リリー、よかった。もう嫌、なんでこんなにイライラしなきゃいけないのよ。まさかそこを考えてないとは思わなかった。呆れるなよ、ムカつくな。いつの間に吉野とあんなにデート誘ってきたくせに。何かよ、授業に出るかどうかぐらい自分で決めるわ。あなたは教室に戻りなさい。あなたがあの真壁と仲良くしようが私には関係ないわ。悲しいですか？どうして泥臭いくせにこういう時に限って鋭いのか。男なんてみんな嘘つきじゃない。適当でいい加減ね、最後はみんななかったことにするのよ。万が一にも恋するなんてありえるはずがない。そうに決まってる。もうどこに行っちゃったのよ。なんで昔の記憶が。わからない。止まれ！見つけたと思ったら何考えてんだよ。信号赤だったぞ。私は お会いしとうございました。
意識している。無理もない。向こうは全く気にしてないみたいだけど。なんだこれ。好きだと言ってましたが。おう、好きだね、しずく。それは異性として。勉強教えてください。そこ乾いてますんで。とにかくこれを見てください。だから補習になりたくなかったんだ。はい。勉強なら俺が教えてやる。本当ですか。ではまず数学から。わかりません。よし、覚えろ。あと国語と英語と歴史は教科書をよく読め。いいか、よく見ろ。俺じゃねえ。はい。そっちでもね。あの女見なかったか。夏目さん。さあ、勉強ははかどってる。今さら変わろうったってそうはいかないからな。しずくは空っぽになったことはあるか。は？空っぽで。まるで何も映ってはいないようで、目の前の私すら。やっぱり私はおかしい。少し前まではこんなこと考えもしなかった。周りのノイズがうるさすぎて集中できない。その冗談とかじゃないから。ネミちゃん、やっぱり負け久くんのことが。なんだ。あなたを怖い。避けちゃダメ。俺が聞きたいのはどうした。いつどこで誰としたの。あれ、さっきまでキスしてた。マジか。おはよう、アキ。うん、おはよう。あのね、アキの机一緒に使っていい？いや、近すぎないかな。だってこれ狭いし。そうだよね。ナミちゃん、やっぱりアキイソ君のことが。でも水木とかはちゃんと勉強するから。ちょっ、何アキ。ミナミは僕のどこが好きかな。そんなの決まってるじゃない。二人とも何をしているんですか。水木、そんなにくっついて腕まで組んで。そうよ水木、うちとアキは付き合ってるの。それって本当ですか。水木の気持ち知ってたのに。ごめん、うちのこと許せないでしょうね。もしかして許してくれるの。許すとか許さないとかじゃなくて。でも今朝のキスは許しません。あれは反則です。ナミちゃんの。いけない、姫路さんが気づかずに話をして芝居だってバレたら。ごめん、南、僕行かなきゃいけないところがあるんだ。アキ、うちと一緒にいて。落ち着くのじゃ島田、うかつなセリフは。もういいわ。仕方ないな、聖夜にだったら今度こっそり生乳触らせて。あ、ゲッ。勝手に話進めんな。そもそも破壊術式を人間が覚えられるわけがねえ。聖夜、ここでそれを言う必要はない。ほう、気づいてんのか。10分後私の部屋に来い。はあ、またまた修行か。頼りになるわ。離れろリスト。うふう、照れなくてもいいじゃん。離れろと言っている。勝手にしろ。俺はバルキレのところに行く。二人に負けないよう私だってやってやる。絶対聖夜の役に立ってやる。すみません、失礼します。とりあえず死体を吐け。何を勘違いしている。これも修行だ。何なのよ、私だって一生懸命やってんのに。今日だって聖夜のために頑張ってこれを用意したのに。そうよ、私の髪の毛をごっそり引き抜いて作った人形、その名もリスタルケ人形よ。お前がここまでヤバいやつだったとは。え、もう父も産むのやめよう。汚いって二度言った。いや、嫌いにならないで。だったら泣くのをやめろ。ナッシュ、持ち物袋に入れておけ。え、マジかよ。さすが俺の見込んだ息子だぜ。ポテフでいいかい。ええ、いただくわ。またジャンクでよい。さすが、わかってる。ココナツ、いい子を彼女にしたな。彼女、違うよ。ココナツと付き合ってくれてたらうちも安泰だったんだけどな。誰誰、教えてよ。それ
それは…ほらほら、行っちゃえ行っちゃえ。なんかあったのか？昨日父さんのこと知ってる人がうちに来てさ。珍しいよね、こんな田舎に外から人が来るなんて。女か？マジ可愛かったか？いや、甘ったるい話聞かされようがね。ここは喫茶店だから構わんよ。私のコーヒーがそんなに嫌いか？別に無理して私のコーヒー飲まなくても。え、店来るなら毎日入れてやってもいいけど。じゃあまた。また。